ちなみにどちらかというとみんなが疑うべきはあっちだと思うけどね、ウイルスというかワクチンの有効性が、確かもファイザーで 95%、 モデルナで 94.5% とか出てるけど、うん、あれすごすぎるのよ。あれどれぐらいすごいかっていうと、セットで誰か作ったんじゃねっていうぐらいすごいの、あの効き目って。だってインフルエンザワクチン打ったってインフルエンザかかるでしょ。確かに確かに。でもさ、なんか本当かどうか知らないけど、コロナのワクチンって 95% とかじゃん、有効性。あれ高すぎんのよ。こんなにうまくできてるって。だから中国はセットで作ったとか言ってるけど、でも中国の武漢のウイルス研究所で、確かこの、COVID というか、この SARS とかの研究、ACE2 のタンパク質の研究した人って、確かあれアメリカ人なのよね。そう。だからね、なんか、それ言ったらじゃあアメリカと中国がタッグになって作ったみたいな、そういう話をするのかな、陰謀論者とか思ったりとかするけど。まあでも夢のある話だよね。もし本当にそうだったらみたいな。なんかでもフィクションで考えるとね、面白いんだけどね。陰謀論フィクションとして聞くとすごく面白いよね。うん。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。